どうも、愛嬌です。今日はですね、僕のクロスカブ110にチータのアドベンチャーハーマーハンドガードと、あとこちらですね、レーシング XC プロプロテクターを装着したいと思います。僕のクロスカブ110はですね、利便性重視でカスタムをしてるんですけれども、純正のリアキャリアを外してですね、エンデュランスの延長キャリアとタンデムシート、それと空ケースのアルミリアボックスを装着しています。リアボックスの取り付け位置もかなり後ろの方についているので、重心がね、後ろ寄りになってしまっていて、フロントタイヤの接地感が結構微妙な感じなんですよね。そこでジータのアドベンチャースクリーンを追加したりですね、アドベンチャースクリーンのステー部分にスマートモニターを追加したりすることで多少は改善されたんですけれども、もう少しフロント周りにパーツを追加したくて今回の製品を選びました。ちなみにですね、こちらのジータのアドベンチャーアーマーハンドガードはバイクが転倒してしまった時とかにレバーが破損するのを防ぐための製品なんですけども、こちらのレーシング XC プロプロテクターはいわゆるナックルガードなんですよ。で、こちらのですね、ハンドガードの方にこのナックルガードを装着することができるんですよね。ちなみにね、このレーシング XC プロプロテクターはナックルガードのサイズとしては XL サイズとなっていて、ジータの方ではですね、他に S サイズから XXL サイズまで豊富にサイズが揃ってます。ナックルガード自体はですね、これ3000円前後と比較的手頃なので、例えば夏場は S サイズ、冬場は XXL サイズといった感じで付け替えて使うことも可能です。僕がですね、こちらの XL サイズを選んだのは、これね、ロゴのステッカーが貼ってあってかっこよかったからなんですよね。まあ、ちょっとゴツゴツした感じのデザインで、ミリタリーチックな XXL サイズもかっこよかったんですけども、ちょっとオフロードっぽい感じのデザインのこちらの XL サイズを選びました。僕はクロスカブの他にもですね、CRF の250ラリーを所有してるんですけれども、今回のナックルガードの追加でデザイン的にはかなりラリーに寄せた形になると思います。ちなみになんですけど、このジータのアドベンチャーアーマーハンドガードと、あとアドベンチャースクリーンはいずれもハンドルに装着する形になるんですけども、事前にですね、ジータさんの方に問い合わせをして両方装着できるってことは確認が取れてます。ただ僕の場合ですね、デイトナのドラレコを装着していて、左ミラーの下側にですね、ステーを追加しているので、もしかしたらここは干渉しちゃうかもしれないんですよね。あとね、 USB 電源もつけてるんですけども、これはね、おそらく干渉しちゃうんで、場所は映さないとダメなんじゃないかなというふうに思いますね。あとはですね、クロスカブ純正のバーエンドが外れるか問題っていうのもあります。僕は何度かクロスカブの外装をバラしてるんですけども、初回に外装をバラすときにですね、一部のネジが鬼トルクで固定されていて、しかもね、力を入れにくいプラスネジだったので、一箇所舐めさせてしまったんで、めちゃめちゃ苦労したんですよ。バーエンドも鬼トルクで固定されているっていう書き込みとかをインターネットでよく見かけるので、ちょっとねドキドキしてるんですよね。無事に外せることを祈っていてください。それでは実際に作業していこうと思います。
さあジータのハンドガードとナックルガードを装着して走り出しております。効果をしっかりとチェックしていきたいと思うんですけれども、やっぱり皆さん一番気になるのはね、このナックルガードの風防効果っていうところだと思うんですよね。でこれは XL サイズなので、まあ、一番大きいサイズの1個下という形になるんですけれども、風防効果に関してはそんなにっていう感じですね。多分ねこれどっちかっていうと、いわゆる風防効果を狙ったナックルガードっていうよりは、オフロードで林道を走った時とかに枝が手に当たるのを防ぐブッシュガード的な意味合いが強いんじゃないかと思うんですよね。また今日ちょっとね風が強いんですよね。それもあって結構ね手にも風が当たってるのかもしれないんですけど、どっちにしろねこのナックルガードね一部穴が開いてるんですよ。だからその部分から風を取り込むような形になってるんで、純粋にですね風防効果を狙ってナックルガードをつけたいという人はですね、素直に XXL のサイズの方のナックルガードをつけた方がいいんじゃないかと思いますね。で僕の目的としてはですね、この風防効果っていうよりは正直はですね、フロント周りのボリュームを出してですね、よりフロントタイヤの接地感を出したかったっていうところがあるんですけれども、これはまあまあまあ効果がありそうですね。やっぱオーバーハングでアルミのトップケースを後ろにつけちゃってるんで、もう抜群に効果があるっていうわけではないです。ただねこのアドベンチャースクリーンをつけた時もそうなんですけれども、やっぱフロント周りに少し重量を足すとね、多少やっぱ抑えは効いてる感じはあるように思いますね。今回はなかなか満足のいくカスタムになった気がします。はい、というわけで今回はですねジータのナックルガードをガッチリと装着してみました。フロントのね接地感を出したかったっていうのがあってつけたんですけれども、実はねこの先もう1段階ですねカスタムする予定があります。それでだいぶ良くなるんじゃないかなというふうに個人的には思ってるんですよね。で僕は個人的にですね今回のカスタムに関しては見た目も結構気に入ってますんで、より一層ですねクロスカブ110ラリーになったんじゃないかなと個人的には思っております。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。 X と Instagram もやっております。概要欄の一番下に URL ありますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったという方はコメント欄の方にコメントいただければ返信させていただきます。それとメンバーシップもやっております。 Discord を使ってメンバーとわちゃわちゃやっておりますので、よろしければこちらもご検討ください。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。